losing time, I'm fading fast. I just wanna... あれからしばらく経ったけど、手紙戻ってこないね。そうね、手紙を持ってってくれた兵士の話じゃ、村長は読み書きができたんでしょ？ってことは読んではいるはずよ。それなのに返事がないっていうのはどうしてなんだろう。さあね、関わり合いになりたくないのか、母さんや私のことを忘れちゃったのか、あるいは誰にも言わないと母さんと約束でもしてたのかもしれない。今ふと思っただけで何の根拠もない話だけどね。正直残念よ。返事はもらえないと分かったのが収穫と捉えるべきか。これ以上は調べようもなさそうだし、もう仕方ないと割り切るしかないわね。母さんの過去は気になってはいたけど、分からないなら分からないでいいわ。あなただって同じように自分の両親については割り切ってるのよね。それはそうだけど、どんな過去があったって母さんは母さんだし、私は私よ。私はあの人に育てられたの。その事実以外はどうだっていいでしょ。そうだね、どんな過去があろうと君のお母さんは君のお母さんだ。ええ、分かってくれた。それに過去がわからないっていうのも、それはそれで想像のしがいがあるわ。想像、例えば実は君のお母さんは大貴族の生まれだったみたいな。悪くないけど発想が平凡じゃない？世に名を轟かせた凄腕の流浪騎士だったとか、あるいはポドラの外から来た冒険者だったなんてのはどう？もし本当にそうだったらすごいね。お母さんが博識だったのもうなずけるかも。でも今回は僕が空回ってばかりで何の役にも立てなかったよね。ごめん。そんなことはないわ。あなたが言い出したから私は改めて母さんと向き合おうと思ったの。たとえ何もつかめなかったとしても今回の一件は無駄じゃなかったわよ。うん、それじゃあ私は行くわね。よう思い出しちゃったの。あれ、さっきまでいらっしゃいましたよね。あ、はい、ちょっと用事があったようで。用件があるなら僕が聞きますよ。それではこれを。